はどうも皆さんこんにちは初心者の初心者による初心者のためのクラクラ実況休業です今回ねどどうででもいいんですけど非常に模範的な村をもう本当に久しぶりに会うことができたので紹介したいと思いますまずこの人今タウンホール9に上げてる最中なんですけどもあのもうウィザードの塔からまあ弊社は全然上げてないですけどまあ9ですけども あの対空砲並びにその大砲であったりアーチャータワーであったり隠してすらであったりもうですねまあこのエリクサーポンプはいいとしてそれほとんど重要な防衛施設などをですね全て最大まで上げてからタンホール7にしてるんですよねあと壁ですよね一番あのドクロ壁にするのは一つ50万かかるのでそれを全てやってなおかつも 防衛施設もちゃんと上がっているともうこれ非常に模範的な村だなと思いましたまあこれ動画にすることでもないんですけどまあレベル5にしてあったりだとかまあすごい感動したのでも私もこんな村を目指したいなという報告でしたそういう意味ないねあざすご視聴ありがとうございました